おはようございますす高野で今回はテナーサックス奏者デクスター・ゴードンとソニー・ロリンズについての記事を紹介したいと思います。えー、引用するのはですねジャズランドという雑誌です、ね、1975年の11月号ですすね年の月号調べてみたんですけどジャズランドという雑誌今も休館してないんですけれどもその2年後のね1977年に休館したみたいですね。 でこの「ジャズランド」というですね、雑誌の、えー、この11月号はかなり他の号に比べると分厚くてすごく気合いの入った内容で読み応えたっぷりの、ね、内容になっていますのでまだまだ紹介したい記事はいっぱいあるんですけども、まあ、少しずつ紹介していきましょう。えー、少し前はですね、あの コールマンホーキンス VS スレスター・ヤングを紹介しで昨日はですねチャーリー・パーカー VS ーリー・コニッツを紹介してで今回はその流れで今度はデクスター・ゴードン VS ソニー・ロリンズ円熟みます2大巨峰というタイトルの記事なんですけれどもこの記事を書かれているのは野木口龍作さんという方ですねでその方があの書かれたデクスター・ゴードンとロリンズの「 テナースタイルだったりとかキャリアとかいろいろこれを読めばあのこの2人のですねテナー・サックス・ソシの違いとかあとはキャリアがよくわかるぞというテキストですのでちょっと読んでみましょう。今となるとロリンズもゴードンもうつぜんたる対価となり2人の年齢差は時間のうちに解消されてしまったかのようだが 私がジャズを聞き出した60年ごろのジャズシーンを思い起こしてみるとロリンズは2年間の引退生活の最中でその沈黙の重さがつまり当時のジャズ界におけるロリンズの地位の重さを示していたものだが一方ゴードンはというと全く過去のテナーマンと目されてその活動を停止し忘れ去られようとしていただそうです。 ワンセンテンス長いですね。いやと十二行で一文ですけどでも分かりやすい文章ですね。で次行きましょう。えー、では二人は実際に何歳違うかというと六歳。デクスターが千九百二十三年の二月に生まれたのに対しロリンズは千九百二十九年九月です。そうですね九月七日生まれだったと思いましたけどね。でこのわずか六歳の違いがバッ からハードバップへと移行する40年から50年にかけてのジャズ激動の時期に2人のキャリアの質をはっきり色分けしてしまうことになったゴードンは40年17歳にしてライオネル・ハンプトン楽団の旗揚げに参加しルイ・アムストロングビリー・エクスタインディジー・ガレスピーとそうそうたる顔ぶれのリーダーのもとで働いた。 44年エクスタイン楽団の吹き込みである「ブローイン・ザ・ブルース・アウェイ」でアモンズとのテナーバトルで名を売り45年には初リーダーアルバムを吹き込みワーデル・グレイとのテナーバトルチームでの活躍を中心に52年頃まで第一期の黄金時代を迎えたこうした経歴で明らかのようにゴードンは典型的なバップテナーであったわけでスティット アモンズワーデル・グレイと共に40年代を代表するテナーマンとしての評価が与えられていたところが53年ワーデル・グレイとのコンビを解消してからゴードンは低迷期に入りレコーディングを見ても55年に「ホットクール」「ダディ・プレイ・ザ・ホーン」など5枚を吹き込んだのを例外として60年のカムバックまでの8年間を留置所と病院で過ごすこととなった片やロリンズはというと 49年に初レコーディングを飾ったあと51年に初リーダーアルバムであり生涯を通じての傑作の一つとなった「ロリンズ WithMJQ」の吹き込みを行っているこうして年代を追ってみるとロリンズがほとんど完成された姿でジャズシーンに登場した頃を境にしてゴードンは長い低迷期に入るわけで健康上の理由に加えてロリンズの天性の奔放なアドリブがゴードンを迷わせた一因であることが考えられる。 それはレコードを聴いて当時を追体験しても理解できることで例えば前期の「ホットハウスホットクール」では明らかにノリンズを意識した節作り、まり、あ、フレーズ作りが散見されるのだがそれがゴードンの体質と十分に融合するに至っていなくて結果として彼のアドリブから迫力を失わせることになっているのだ。 ロリンズからのこうした影響はいわば逆影響というべきもので初期のロリンズにはゴードンの影響がはっきり,はっきりと聞き取れるゴードンは40年代における最大の影響力を持ったテナーマンであったのだ実際50年代から60年代にかけて活躍したテナーでその初期にゴードンの影響を受けなかったものはほとんどいないスタン・ゲッツでさえ46年の最も初期のレコーディングではゴードンの音色を模倣している そのゴードンのテナースタイルはパーカーのフレーズをホーキンス流のたくましい音色で綴ったものでこれは40年代のテナー一般に共通する特徴でもあるのだがゴードンの場合これにぎくしゃくした奇妙な節回しクー,ルなクールな感情表現有名曲のメロディーの引用など 独えー、彼独自の個性があり、まあ、クォーテーションと言われてるやつですかね、タラララ、タラララララララっ時々あのアドリブの中にです、ね、有名なメロディーを混ぜるのうまいですよね、エクサゴーのね、まあ。それらの特徴があり、その個性が彼をしてバップイディオムを最も早く身につけてテンナーマンをさとさせたし、50年代を代表するモダンテナー、ロリンズ・コルトレーンへと示した影響力や秘密でもあったと。で一方のロリンズは 個性的という点ではゴードン以上なのだがあまりにそのパーソナリティが強烈なため彼の直系と目されるテナー奏者に一流の人はついに出なかったおそらく一時期にしろロリンズに一番似ていたのは60年頃のバルネ・ウィランと杉原淳ではないだろうかコルトレーンにはそっくりさんがアメリカでも続出したがロリンズの影響を直接の形で受けたテナーはアメリカには少ない。 これは、創造的な音楽家に共通の現象でマイルスモンクミナソーダむしろコルトレーンが例外と言えるこうしたワン・アンド・オンリーのスタイリストの例に漏れずロリンズも天才肌でありデビューした時からパーカーパウエルなどに可愛がられ下積みの苦労をほとんどしていないゴードンのように有名バンドでの経歴を積み重ねることはなかった またサイドメンとしてはどうもその才能を発揮しにくいらしくローチ・ブラウン50相談に1年間在籍したぐらいで目立ったグループには加入していないしそのローチ・ブラウン時代はロリンズの残したレコード中最もつまらないソロをしているそうですで、えー、レコードの作り方も無造作でプレスティッチレーベルに吹き込んだ 多くのレコードはいくつかジャズ史に残る傑作を含んでいるにもかかわらずロリンズの音楽生活の断片をを切り取ったに過ぎなないような印象を与えるおそらく55年から58年にかけてのロリンズはサキソフォン・コロッサスやウェイ・アウト・ウェストに残されているアドリブ以上の音楽を数限りなくジャズクラブの空間にばらまいていたことになるだろうと。 伝統的なジャズのインプロバイザーとして絶頂を極めたという感じはロリンズ自身が一番感じていたと思う59年からの2年半の引退の原因はここらにあると思うんだがこの頃のロリンズの凄さはレコードでは聞くことのできないところにあるように思えてならないと書かれていますねさあ続けましょう。 えー、込み出しで「ゴードン」そして「ロリンズのカムバック」と書かれていますけれどもこうした天才肌のロリンズに対してゴードンはそのレコード作りもまたアドリブそのものも意識的で感覚的なところがない反面キャリアの積み重ねの重みを感じさせるワーデル・グレイトの有名な「チェイス」を聞いても一聴して滑らかなソロを取るグレイよりハードでゴリゴリとソロを取るゴードンの方がむしろ冷めていて計算づくのところがある。 それだけに決して順応性が強いとは言えないゴードンがハードバップからモードジャズへと変化するジャズシーンから次第に取り残されていったのは当然とも思えるので60年代初期のカムバックは今から思えば本当に奇跡的だった。 当時、ブルーノートはレオパーカーとか、アイク・ケベックとか、引退同然だったサックス奏者を担ぎ出していたので、ゴードンもその企画の一つだったのだろうが、復帰したゴードンは特に同レーベルへのドゥインオールライトでロリンズから受け取った影響を消化し、コルトレーンのスタイルをも吸収した、堂々たる吹奏を聴かせ、私たちを驚かせた。その後もゴー。 スインギングアフェアと油の乗った吹き込みが続くがとりわけ63年パリ吹き込みの「アワーマインパリ」における吹っ切れたソロワークは素晴らしくここに至りゴードンは単なるカムバックを成したのではなく今こそ生涯のピークにあるのだと気付かせたこうしてゴードンが見事に復活した62年ソニー・ロリンズは RCA の復帰作復帰第一作の「ブリッジ」まあ橋ですね橋を吹き込んでいた。 この頃から64年までに2人は大量のレコーディングを行っている。RCA に破格のギャランティーで迎えられたロリンズは考えすぎ、もしくはいじ,られすぎていじられすぎで契約した6枚の LP をいずれも持ってしても。 プレスティッジ時代の名演を超えることがなくセールスとしても RCA は元が取れずプロデューサーであったジョージ・アバキャンが RCA を辞職するという結果を招いたあそうなんだ振るわなくて、まあ、RCA といえばやっぱり橋がね一番真っ先に思い浮かびますけど他6枚というとまあアワーマインジャズが有名ですよねあと何だろう あ,そうそうあとソニー・ソニーミーツホークコールマン・ホーキンスと共演してるやつもありますよね、まあ、いずれもアワーマーイン・ジャズにしてもあのソニー・ミーツホークも結構激しいというか、まあ、ライブ版ですけれども何か、あのー、コルトレーンみたいなスタイルもちょっとフリーに近づくようなアプローチをしようとしてな、まあ、これ私個人の感想ですけれどもあの演奏が空回りしてる感じはするんですよね演奏がどんどん長尺化してってね。 あと残り3枚なんだ。Foots New, Our Mind Jazz, Sony, Meets Hawk。あとは、そうかと思えば、そっか、あの、フ o o t s New もやってましたよね。そうそう、そうかと思えば、過激なのやっ,やったと思えば、f o ッ t s New とか n o u s タ the Time とかね、ハービハンコクは確かピアノに参加していたと思いますけどね。あとは、The Standard Sony o l i n s のような、まあ、過激じゃない、なんか普通の 普通って言うと変かもしれませんけれどもあのまあ普通いわゆるあの自作曲だったりとか過激なアプローチをしていない、まあ、スタンダード曲中心の曲演奏してる曲を出してますねこの6枚か、えーと「ブリッジを皮切りにあとちょっと順番あやふやですけど「アーマーインジャズ」とか「What's New」「ソニーミーツ・ホークあと「Now the Time the Standard Sony」最後は「スタンダードソニー,ー,ソニーロリンズで」で、うん、ちょっと あんまりアルバムレコード売れてないからあんまり過激なことやるよりちょっと普通の,あのスタンダード中心のやつ出そうよってなったのかもしれませんよねスタンダードソニーのにだけどこの RCA 時代の6枚があまり売れずにプロデューサー辞めちゃったのね、えー、これは知りませんでしたで一方ゴードンの方はというとその間 ブルーノートレーベルに7枚のリーダーアルバムを残した。ロリンズの場合のように大きな話題となることはなかったが、どれをとっても安定したゴードンのジャズが聴ける公演版である。そうですね。ブルーノートのゴードンはどれもいいよって思いますね。やっぱりゴーが人気ですよね。ソニー・クラークがピアノのね。確か、えー、ブッチ・ウォーレンがベースだったと思いますね。ビリー・ヒギンズがドラム。あれは本当にね、ジャズ喫茶名盤だと思います。デッかい音で聴くといいんだわな、これ。 あと、個人的には、やっぱりバド・パウエルが参加している、アワ・ーマーイン・パリなんかもおすすめですよね。あと、まあ、ドゥ・イン・オール・ライトなんかも、まあ、皆さん、多分、ジャズ好きな人はみんな持っているけど、あんまり聴かないアルバムの結構、ヒットに上がるアルバムなんじゃないでしょうか。でも、たまに聞くと、ドゥ・イン・オール・ライトもいいですよ。で、まあ、ブルーノートのね、あの、あれは、ロリンズじゃないや、ゴードンは、もう、外れなしと私は思ってますね。で、まあ、ゴードンは、ブルーノートでね、あ ロリンズは同じ期のロリンズは RCA であまり振るわなかったけれども一方ゴードンはブルーノートで油を乗ののったプレーをしていると書かれてますね。で最後「そして今は」という込み出しがありましてでロリンズは RCA からインパルスマイルストーンズとレコード会社を転々としその間何度か姿を消したこともあったが最近ようやく地震を回復したかに見えると。 でゴードンはコペンハーゲンに住みヨーロッパ系レーベルに吹き込むとともに、まあ、プレあのスティップル・チェースだと思いますけどねで定期的にアメリカへ帰りプレスチッチにもレコーディングをしていると60年代初期の再スタートから既に15年余りの年月が経ち演熟期というより音楽的には晩年を迎えた二人だが現在ほどいろいろな意味で二人の距離が近づいたことはなかったろうジャズテナー の二大巨峰の慈愛を望みたいって書かれてますけど晩年ですからもうこれ1975年の時点でもうロリンズもゴードンも晩年でもその後あのー、今2022年ですけれどもロリンズご代名でございますよ91歳あれからもう この記事が書かれて47年もうほぼ半世紀経ってるんですよね。でも半世紀前にもう音、まあ、年齢的じゃなくて音楽的に晩年と言われちゃった人の気持ちってどんなもんよなんて思っちゃいますけれどもね。もう晩年でございますか。まあゴードンはもっと前に亡くなっていますけれどもね。確か もうあと23年であれじゃないですかもうゴードンデクスター・ゴードンの生誕100周年じゃないですか100年経ってるので多分未発表音源とかリマスターとか、まあ、今年ほらチャールズ・ィンガス生誕100年ということでリマスター音源とかね未発表音源が出たりしていますけれども同じような感じであのゴードンのあの 音源とととかかがいいいろろ発表出たりすすると嬉しいですよね。私はあのミンガスの未発表の,、ね、あのコンプリートカーネギーじゃない、えー、タウンホール買ったらあれがついてきましたよあの下敷き下敷きクリアファイルねそれと同じようにデクスター・ゴードンクリアファイル欲しいな <laughs> と今のうちにレコード会社に、ね、どこか分かりませんけれどもあのリクエストユニバーサルさんですかね今だとねリクエストしておきましょうかね。ゴードン <laughs>、 ゴードンクリアファイル個人的にはアーマーインパリーなんかがドーンってあるといいんですけれどもでもまあゴーなんかのねあの写真のないあのクリアファイルとかだと、まあ、女性も使いやすいんじゃないかなと思いますのでね、まあ、その辺はどうなんでしょうねと思いましたけどまあ確かにロリンズに関してはあれですよねこうやってキャリアをこう整理していただくと低迷期という 言ううととちょっっ失礼かかもしれませんけど模索機っていうのかな確かに RCA 時代のロリンズって私あんまり好きじゃないというか聞いてないんですね。まあ、唯一あのジムホールが参加しているね橋ブリッジはいいかなと個人的には思いますけど他あんまり愛情はないんだよね。なんか「ナウザタイもたまに聞くんですけれどもなんかうーん何ていうのかなー。 帯に短したすきに流しっていう感じがするのかな,なんかもうちょっと長く演奏してくればもっといいのになんかいきなりパッと割っちゃったなと、まあ、短く簡潔なのはいいけどもうちょっと充実したアドリブなんか小さくまとまっちゃってるなって感じもしたりもするしなんかまあこんなこと言,いかない言うとちょっと失礼かもしれないちょっと中途半端な印象ですよね。 あとあの過去に動画でも紹介しましたけどソニーミーツホークなんかだと一生懸命あの親父に食ってかかる不良息子みたいな感じでねもうろうろうとあのせっかくねコールマンホーキンスの影響を受けているわけなので,で敬愛する、ね、ホ,ークホーキンスと一緒にやるんだからあの敬意を表してホーキンススタイルをもうちょっと出してもよかったかななんて思いますけどね。あのかつてのの自分の 師匠を超えなければって自分のアイドルをあの超えなきゃ超えるぞ違うアプローチするぞ違うアプローチするぞってなんか肩に力が入りすぎているようなプレーに感じているのは私だけでしょうかって感じですけどねでちなみに話がありますけれども、えー、この原稿書かれている軒、まあ、口隆作さんっていう方なんですけどもねとても分かりやすいあの解説だったので,で名前も印象的だったのでちょっと調べてみたらですね このののジャズランドといいう雑誌の編集長の先輩だったみたみですね、えー、奥付けを見ると編集人、えー、村田文一って書かれてるんですけどその村田文一さんの,あの大学時代の先輩だったみたいで早稲田大学に通っていて段も、まあ、モダンジャズ研究会愛好会でしたっけそのひっくり返してモダンを段もあのタモリもいたというところですよね。でそのしかもそのタモリと同期だったみたいですよ。 あとはマスオヨシアキと同期だったみたいなんですね。ですでその後まあジャズ評論とかもやりつつですねだけど結構ね若くして亡くなられてるんですよね。歳というねところこの「ジャズランド」とかでの原稿とか読むとこれ読むととても分かりやすかったのでもっとねあのいろいろいろ 書い,てそれ書いた内容が本とかになって出たらもしかしたらあの寺島さんとか、ね、後藤さんに並ぶあの分かりやすいですねこの80年代の80年代後期かな、まあ、あのこう1987年ぐらいに88年かな 87, 87年かで辛口ジャズノートが出て以来、まあ、寺島靖国さんのねジャズ喫茶おやじブーム になっていくわけけですけどジャズキさんの、ね、マスターが書いた本とかが脚光浴びるようになってきましたけれども、まあ、若手ですよね当時から当時はねあの40代50代の人たちはあの岩波さんとか由井翔一さんに比べればあのもう少し若手で新しい感覚を持った人たちの本がどんどん出て始めてきたんですけれどもそういう人たちと名を連ねていた可能性があるかもしれませんよねあの木口作さんっていう方ね。 だから非常に残念というかね、まあ、他のジャズランドもちょっと見てみましょうかねもしかしたら軒口さんの原稿あるかもしれませんのでもしあって読んで面白かったら紹介してみたいかなと思っておりますけれども、まあ、いかがだったでしょうか「まあ、ゴードンと、ね、ロリンズの対比」とても分かりやすく書かれ整理されて書かれているので非常に復習になりました。ということで、えー、今回は、えー、ジャズランドに掲載された「 野木口隆作さんが執筆されたですね、デクスター・ゴードン VS ソニー・ロドリンズという記事を紹介させていただきました。ということで、また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。